二代目、根塚一郎9月29日から2002年2月15日は、日本の実業家、根津財閥の二代目総帥、東武鉄道社長、日本当時協会第六代理事長、戦前から平成にかけて、東武鉄道の社長を約53年務め、会長になった後も、同社の経営を指揮してきた。東武鉄道中高の祖と称される、初代、 根塚一郎の長男で、元の名は、藤太郎といった。武蔵高等学校を経て、東京帝国大学経済学部を1936年3月に、卒業、東武鉄道に入社し、父である初代、根塚一郎社長の秘書となる。1940年2月に、東武鉄道取締役となった後、同年、父の死を受けて二代目、根塚一郎を受け継ぎ、 翌年1941年7月に27歳で第四代東武鉄道社長に就任。その後1994年6月に国鉄出身の内田隆重に社長を譲って会長に退くまで53年近くにわたって社長を務めた。これは任天堂前社長山内博士より半年ほど長く東京証券取引所に上場する企業としては 最長の在任記録である。父、根塚一郎と共に、美術や茶道にも造形が深く、趣味は、自らが理事長、館長を務めた、根津美術館での美術館賞でもありまた、昭和16年の同美術館会館と、第二次世界大戦で被害を受けた、同美術館の1954年の復興にも大きく関わった。根津美術館の項目も参照されたい。また、 学校法人、根津イクエ会理事長を務め、青少年への教育にも貢献したことから、1972年に乱獣報奨を受けるなど、文化面への貢献も大きい。1984年11月6日には、鉄道事業功労者として、君一等随報奨を受けた。2002年2月15日に新不全で死去した。去年88。父、初代。 根塚一郎、ありがとうございます。